開演いたします。お席にご着席くださいますようお願いいたします。それでは大変長らくお待たせいたしました、2010年東京ヤクルトスワローズ新入団選手発表会、これより開始させていただきます。改めて皆さんこんにちは。東京ヤクルトスワローズスタジアム DJ パトリックです。そして東京ヤクルトスワローズマスコットスペクロー、引き続き2人でお送りしていきます。よろしくお願いします。さて、スワローズクルー会員の皆さんで当選された皆さんが本日ご出席していただいておりますが、ご当選されました、皆さん本当におめでとうございます。つば九郎、同日役どうもありがとうございます、はい。本日はですね、新シーズンより東京ヤクルトスワローズの一員としてね、プロ野球人生をスタートを迎える8名の新入団選手の初のお披露目の日でございます。最後まで皆さんどうぞお付き合いください。本日のプログラムはまず、衣笠球団社長真中監督からのご挨拶、そして入団いたします初選手、一人一人、ご紹介させていただきまして、ユニフォーム、そしてキャップの授与、そして代表質問、そしてファンの皆さんからですね、質問を受け付ける質問コーナーなども用意させていただいております。そして最後はプレゼント抽選会ということで、こういうプログラムで予定しておりますので、皆さんどうぞ最後までお付き合いください。これから活躍が期待されるルーキーたちのプロ野球選手としてのスタートの瞬間を、皆さんで一緒に祝福していきましょう。最後までどうぞよろしくお願いします。スワクロどうもありがとう。
それではまずはじめに株式会社ヤクルト球団代表取締役社長オーナー代行衣笠剛より本日お集まりいただきました皆様にご挨拶申し上げます。衣笠社長です。よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは、ヤクルト球団の衣笠でございます。本日は平成26年の東京ヤクルトスワローズ新人新入団選手の発表会にこのようにたくさんのファンの皆さん方のご参加をいただきました。ありがとうございます。心より御礼を申し上げます。今年そして昨年と東京ヤクルトスワローズは大変厳しい結果で終了をいたしました。球団といたしましてはこのことを踏まえ2年間の反省を踏まえましてすでに来期に向かって活動を始めております。具体的には新監督に真中監督を迎え、もう皆さんご存知の通り FA 選手より日本ハムの大引き内野手、そして千葉ロッテから成瀬投手を獲得し補強をいたしました。加えてこれからご紹介をさせていただきます8名の選手を今年のドラフトで指名し獲得をさせていただきました。詳しい選手の紹介につきましては後ほどあろうかと思いますが、この8名の選手のほとんどが来季に向かっての即戦力と選手として頑張ります。そして真中新監督のもとチーム一丸となって勝利を目指し戦ってくれると確信をいたしております。ぜひ皆様方におかれましてはこの8人の選手ぜひ力強く応援をいただきたいと思います。併せて引き続き東京ヤクルトスワローズをより一層ご声援を賜りますよう心よりお願いを申し上げましてご挨拶とさせていただきます。本日は皆さん本当にありがとうございました。続きまして東京ヤクルトスワローズ真中満監督よりご挨拶です。真中監督よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。大変ご無沙汰しております。今日はですね新入団選手の、公式発表ということで、大変いっぱいの、ファンの皆様がお集まりいただきまして、本当にありがとうございます。今ヤクルトスワローズは、若返りを図り非常に、いいムードで秋のキャンプを、終えております。そして、今日この今から紹介されます、新入団の選手が加わりなお一層の戦力アップと思っておりますので、ぜひ来年は優勝を目指して頑張っていきます。今後ともご声援よろしくお願いします。今日は楽しんでください。ありがとうございました。それでは衣笠社長、真中監督は指導にお立ちいただいて、はい、これより東京ヤクルトスワローズ新入団選手をご紹介させていただきます。はい、まず最初は竹下慎吾投手。1992年10月8日まで22歳、身長180cm、体重82kg、ヤマハからドラフト1位指名、背番号は22です。強く重いストレートが武器の本格派左腕、先発中継ぎとこなせる社会人ナンバーワン投手です。なかなかおしゃれな感じですね。はい、スマイクの気になっております。さすがドラフト1位、まあ、新しいユニフォームを袖を通しました。西社長からキャップの授与です。では待ちきるプロ許しめて、はい、
はい、ありがとうございました。それでは竹下投手、自分のお席の前でお待ちください。続いては笠張蓮投手、お待ちください。笠張蓮投手、1993年2月26日生まれ、21歳、身長185センチ、体重86キロです。東京農業大学、北海道オホーツクからドラフト2位指名、背番号は32です。マックス151キロを誇る本格派右腕。丈夫で故障知らず、先発に限らずリリーフとしても期待できる即戦力投手です。続いては山川浩二捕手、どうぞお手拍子をお願いください。1994年11月15日生まれ、18歳、身長184センチ、体重86キロ、福岡工業大学附属城東高校からドラフト3位指名、背番号は55です。スケールの大きさを感じさせる大型捕手、二塁への送球は取ってから二�塁まで 1.85 秒、これはプロとしてもですね、トップクラスの数字です。スローイング、キャッチング、状況判断など捕手としての総合力の高い、将来性豊かな高等生ナンバーワンキャッチャーです。続いての選手は寺田哲也投手、1987年4月2日まで27歳、身長185センチ、体重92キロ、香川オリーブガイナーズからドラフト4位指名、背番号は38です。長身から投げ下ろすストレートはマックス147キロ、制球力も良く完成度も高い投手です。四国アイランドリーグナンバーワンピッチャーです。続いての選手は中本雄作投手、入場してきました。1988年12月11日まで26歳、身長178センチ、体重73キロ、アクアビクトリーズドラフト5位指名、背番号は39です。スリークォーター気味のフォームから繰り出されるボールは切れ味抜群です。リリーフ投手として期待が持てる即戦力左腕です。続いての選手をご紹介いたします。土肥広明投手、1990年11月16日まで23歳、身長181センチ、体重88キロ、本田鈴鹿からドラフト6位指名、背番号は45です。マックス147キロのストレートが力があります。変化球も多彩で
制球力も抜群、先発中継ぎとフル回転が期待できる即戦力投手です。続いての選手をご紹介いたします。原泉外野手。1992年7月26日生まれ、22歳、身長は190センチ、体重95キロ、第一工業大学からドラフト7位指名です。背番号は65です。兵庫県兵庫の大型外野手、恵まれた体格からのパワーがとても魅力な選手です。スケールが大きく和製大砲として期待できる機械島の街道です。続いての選手のご紹介します。中島翔吾投手。1992年6月15日まで22歳、身長178センチ、体重は72キロ、福岡大学から育成ドラフト枠1位指名です。背番号は111番です。ストレートは勢いがあり、球速はマックス147キロ。まだまだ荒削りな部分はありますが、可能性を秘めたピッチャーです。今年は投手6名、キャッチャー1名、外野手1名、178センチ以上の選手、大柄の選手が8選手入団してまいりました。今、真新しいユニフォーム、キャップをかぶって登場いたしました8名の新入団選手たちに今一度大きな拍手をお送りください。さあ、それでは、真中監督、真ん中のお席にお座りいただいて、他の、選手の皆さんもどうぞお席の方にお座りください。衣笠社長はここでご退席となりました。衣笠社長、ありがとうございました。つば九郎は立ったままでお願いします。はい、さあ、ファンの皆さんからですね、大きな拍手、大きな声援をいただいてですね、2014年度、東京ヤクルトスワローズ新入団選手8選手が、今新しいユニフォーム、そしてキャップをかぶってですね、登場いたしました。さて、それではですね、これより代表質問とさせていただきます。あらかじめプレスの皆様からお預かりしておりました質問を、私の方から選手、そして監督へ質問させていただきます。それではまず、全選手への質問ですが、東京ヤクルトスワローズのユニフォームを着た今の心境をお伺いしたいと思います。まず竹下投手。はい、監督ありがとうございます。今ユニフォームを着た今の心境を聞かせてください。やっとスワローズの一員になって、やっとこのユニフォームを着て野球ができるっていう嬉しさでいっぱいです。風張投手。小さい頃から見ていた球団のユニフォームに袖を通させていただいて、とても緊張しているのと楽しみでいっぱいです。山川捕手。自分も、本当にやっとこのユニフォームが着れたっていう、本当に嬉しい思いでいっぱいでした。ちょっと雰囲気硬いからもう少し軽くていいんじゃないですか。あ、そうですか。本当に分かります。言いたいこと言えば言いとしたいから全然気にしなくていいから。そうですか。俺がいるからって全く気にせない。これで、もう皆さんもちょっと柔らかくなったんではないでしょうか。はい、じゃあ続いては寺田投手。はい、素直に嬉しいですけど、あと、
早くスワローズのユニフォーム着て野球がしたいです。続いて中本投手。僕も、やっとスワローズの一員になれて、大変嬉しく思います。また、やってやろうという気持ちでいます。はい、それでですね、土井投手お願いします。とても嬉しいです。でもちょっと緊張してます。緊張が伝わってきます。はい、続いて原外野手原選手。はい、つば九郎が横にいて大変だと思いますが、とにかく嬉しい気持ちでいっぱいなんですけど、やっぱり何よりもつば九郎の隣でこうやってDVD を宣伝させていただくことが本当に嬉しく思います。もうこれゴールデン毎年ゴールデンシーズンですから仲良くしてください。中島投手どうぞ。こうやってテレビで見てたユニフォームを着てプレーできると思うととても嬉しい気持ちでいっぱいです。続いての質問ですけども、まず今日来ていただいているファンの皆さんにですね、まあ、メディアの皆さんにもそうですが、セールスポイント持ち味こちらをですね聞かせていただきたいと思います。まず竹下投手からお願いします。自分自身のセールスポイント持ち味何でしょうか。僕のセールスポイントと持ち味は力強くまっすぐストレートです。このストレートでプロ野球の世界でもどんどん押して攻めていこうと思っています。はい、期待しています。続いて笠原投手。自分の持ち味は竹下さんと一緒でまっすぐなんですが、まあ、プロに入って見ていて楽しいと思わせれるようなピッチングがしたいなと思ってます。はい、楽しみにしています。続いて山川捕手。自分は肩の強さと、キャッチャーとして、まあ、全て自信を持ってやってるんで、ベストラインを取れるように頑張っていきたいと思っています。はい、セールスポイント打撃の部分はどうですか。まあまあ、これからやっていこうと思っています。やっていってもらわないと困るんですけど、ウソボのこの魅力っていうのはやはり長打ですか。いや、長打とかもう課題はあんまないんで、はい、まあヒット打てるように打率を残せるようなバッターになっていきたいと思っています。はい、ありがとうございます。続いて寺田投手。アウトコースに投げるストレートが僕の持ち味だと思ってます。そしてそのストレートを使って、一軍の選手を打ち取る投球術を覚えていきたいと思っています。皆さんアウトサイドに注目してください。続いて中本投手お願いします。はい、僕は、左バッター右バッターともに、強気でどんどんインコースに攻めていく強気の姿勢っていうのが、自分の持ち味だと思っております。続いて土井投手。はい、僕は体が丈夫なところが持ち味です。もっとなんか他にないのかよ。体が丈夫なだけだったら別に野球なくてもいいじゃない。そう考えてきます。続いて原選手。はい、僕は、長打力がセールスポイントなんですが、人よりも少しでも遠くに飛ばせるように頑張っていきたいと思います。はい、機械島出身なんですけど、焼酎が美味しいので、はいはい、ぜひ飲みに来てください。続いて中島投手。僕もスピードボールが持ち味だと思ってるんで、評価してもらったところもスピードボールと思うんで、はい、これからも、もっと速い球を投げれるように頑張ります。はい、熱いファイヤーボール期待します。続いての質問です。尊敬する選手あるいは目標としている選手を聞かせていただきたいと思います。大好きな選手、尊敬している選手、目標としている選手、またその理由も聞かせていただきたいと思います。竹下投手お願いします。目標としている選手は石井博俊さんです。その石井博俊投手どういうところ。僕と
左のパワーピッチャーで速球派というタイプで似ていると思いますし、プロでもすごい実績を残されている方なので目標としています。はい、続いて笠原投手。自分の目標としている選手は、ちょっとヤクルトではないんですけど、藤川球児投手は自分の憧れで、やっぱ見ていてまっすぐで強打者と勝負しているので、それがすごい自分が見て楽しく思ったので、そういうピッチングを目指していきたいなと思います。若干こう目元あたり藤川球児さんに似てる。僕だけですかね。いや全然似てないんじゃないですか。あ、似てないです。失礼いたしました。このファイトというか魂は何かね、同じものを伝わってきますが、続いて山川。自分の目標とする選手は古田さんで、やっぱヤクルトの大先輩でもあってすごい成績残された方なので、その方に少しでも近づけるように頑張っていきたいと思っています。はい、楽しみにしてます。続いて寺田投手。すごいなと思う選手なんですけども、ジャイアンツの山口哲也投手、何年も、何十試合も投げ続けているんで、結果も残し続けているんで、そういうふうに長く何十試合もチームに貢献できるように頑張ります。はい、してます。続いて中本投手。はい、僕は、スワローズのエースの石川投手です。やっぱりそのチームから、信頼される、大黒柱なので、僕もいずれは、そのような投手になりたいと思います。何かスパプロの動きが気になりますが、どうですか。はい、続いて土肥投手。はい、僕は田中将大投手が目標というか憧れの選手です。はい、どういったところがでしょうか。日本シリーズの時に田中が投げたら勝てるみたいな、あの周りの球場の雰囲気だったり、そういうチームからの信頼されている姿を見て、僕もああいう勝てるピッチャーになりたいなと思いました。ぜひ楽しみにしますのでお願いします。原選手。はい、僕はバレンティン選手が好きです。やっぱりあのくらいあのバットをガンガン振って、あのボールを遠くに飛ばしていきたいなと思っています。はい、ぜひ。何ですか、つばくろさん。7月26日生まれの獅子座です。よろしくお願いします。場外に大きい当たりを期待したいと思います。中島投手お願いします。僕は、エースである岡投手が、目標です。はい、あと、いつかはあのライバルって思われるような、思われるように今から精一杯努力したいと思います。はい、力をつけていって頑張ってください。お願いします。4つ目の質問はですね、ちょっとプライベートな部分を覗いてみたいなと思いますので、各選手に特技、趣味、また自慢のエピソードがあれば教えていただきたいと思います。特技、趣味は何でしょうか。竹下投手、お願いします。僕の趣味はゴルフです。ゴルフですか。もう長いことされてるんですか、ゴルフは。いや、社会人入ってから、今日は2年、1年半ぐらいです。はい、腕前はどうですか。印象に残っているのは、あのラウンドを回って1日で、チップインを2つしたことです。おお、チップイン2つ。もうちょっとみんなチップインだから2つって。でも監督すごいですよね。ちょっと全体的には地味な話でスコアとか、アベレージとか多分聞きたかったと思うんですけど。そうですね。はいはい、スコアはいくつぐらいだったんですか。スコアはちょっと発展途上なんで、はい、ここではちょっと控えさせていただきます。はい、わかりました。オフの方のゴルフもね、ぜひ、まだちょっと早いですかね。はい、続いて笠原投手お願いします。自分の趣味はカラオケです。カラオケ。はい。よくどういう歌を歌われるんですか。いや、まあ全体的に歌うんですけど、まあ自分はロックが。ロック。最近のロック。はい、最近のロック、どういうアーティストの、エルレガーデンさんとかですかね。渋いところ行きますね。多いですね。じゃあちょっとサビの部分だけ、はい
司会させてもらいます。またそういう場を設けたいと思いますのでよろしくお願いします。はい、続いて山川選手お願いします。はい、自分は不器用なんで特技とかあんまないですけど、釣りには引退してよく行ったりしました。釣り、はい、釣りですか。はい、釣りは海ですか山ですか。海です。はい、海です。あ、海ですか。はい、はい、どうしたんですか。つば九郎さん、何か僕山です。山ですか。え、山川さんだから、え、じゃない。え、すいません、ちょっとこのあたりカットでお願いします。はい、山川さん、はい、釣りですか。はい、はい、今まで釣った、中で一番大物は。いや、それはこれから釣ろうと思ってるんですけど、まあ恥ずかしいんですけど大きいのはボラっすね。ボラ。これから頑張っていこうと思ってます。はい、よろしくお願いします。続いて寺田投手お願いします。僕も趣味は釣りなんですけども、僕の場合はバス釣りです。バス、はい、はい、どのあたりでバスフィッシングをされてるんですか。やっぱり四国ですか。はい、去年は四国でやらせてもらいました。はい、あ、そうですか。大きいの釣りましたか。はい、53センチ。53センチ。すごいですね。続いていきたいと思います。中本投手。はい、僕も、はい、釣りって言おうと思ってたんですけど、はい、お二人が言ったので、はい、変えます。小森です。小森です。小森、あ、お子さんの、はい、子供がいるんで、はいはい、休日は一緒に、はい、あ、そうですか、はい、本日も会場に来られていてね。います。はい、はい、お子様は、はい、あ、ちょっと今、ね、眠たいそうですね。はい、そうですか。お子様とはいつもどういう感じで時間を過ごされてるんですか。そうですね、まあ公園行ったり、はい、キャッチボールってました。キャッチボールもしますね。僕は、まあ、毎回ピッチャーなんですけど、はい、バッターで。あ、バッターで、はい、はい、強打者になることを考えてます。はい、そうですね。はい、楽しみにします。土肥投手お願いします。僕の趣味はドライブです。ドライブ、はい、三重県のあんまり信号のない道を安全運転で運転します。やはり車はもちろんホンダですね。そうです。はい、はい、ございます。続いて原選手。まあ、僕も釣りなんですけど、ちょっと、あ、DVD 鑑賞でした。はい、はい、暇な時はいつもつば九郎これ、はい、見てください。機械島で釣りをされるんですか。はい、島なんで、周り全部海なんで、はい、どこでも釣れますので、はい、こう今までこう釣った中で一番思い出に残っているものっていうのは。ちょっと、はい、マグロって言いたいんですけど、まだマグロは釣ったことはないです。そうですね、はい、何が印象的に今まで一番残ってますか。最近だったらクロダイの50センチオーバー釣りました。そうですか、はい、びっくりしました。美味しそうですね。はい、美味しかったですか。すぐ刺身にして食べました。はい、ですね。今年のスワローズの新入団選手は圧倒的に釣りがお好きだっていう選手が、ね、多いんですけども、中島投手はいかがでしょうか。僕は、スポーツ全般を楽しみます。はい、野球以外にも、はいはい、どういったスポーツがお好きですか。まあ、休日とかは結構バドミントンだったりサッカーだったり友達とやることが多いです。そうですか。はい、もうスポーツ観戦もする方も両方ですか。やる方だけです。やる方ですか。もう何やってもうまいんでしょうね、きっとね。はい、自分ではいそうですって言っております。はい、素晴らしいルーキーです。はい、それでは、最後の質問です。来シーズンは、ルーキーとして1年目のシーズンを迎えますが、ズバリ目標を教えてください。
それでは竹下投手からお願いします。来シーズンはとりあえず目標として開幕1軍っていうのを掲げて、来月の合同自主トレやキャンプに入っていきたいと思います。1軍にいないと何も始まらないので、そこをとりあえずの目標として頑張っていこうと思います。期待もありますがよろしくお願いします。続いて風張投手。自分の目標は、開幕1軍と、信頼されるピッチャーになることです。期待してます。よろしくお願いします。山川捕手お願いします。はい、自分は来年の目標というより、まずは先輩方を一人一人抜いていけるように頑張っていきたいと思ってます。お願いします。寺田投手お願いします。